大石先生流名数別2021年の運勢7、8、9編お願いします。はい、おとといからやっておりますね、はい、名数別の2021年の運勢について、うん、で、あのランキングではありませんので、はい、あのまあ、ただ、1、2、3という名数の順番で説明しておりまして、はい、今日がその3日目の7、8、9編となっております。はい、はい、まず名数7の方でございますけれども、親族に問題あり運というですね、やった2以外に悪いの出た。確かに僕もやっと 2だけじゃなくなったなと思ったんですけど、いやいや、はい、まあ、問題ありって言ってもですね、はいはい、そんなにひどいトラブルとかばっかりではなくって、はいはい、まあ、ちょっと例えば実家の方に呼ばれてね、うん、なんか親戚のことに関して、自分が働かなくてはいけないとかですね、あ、はいはいはい、まあ、そういうまあ厄介事っていうとちょっと問題あるけれども、うん、通常だったらお声のかからないような親類縁者とか、はい、そういう人たちのために自分が動かなくてはいけないようなことが起こるよという運気ですので、はい、別に必ずしもその、うん、なんかおじさんとね、うん、訴訟争いになるとかそういうことではありませんので、だいぶ重たいやつですね、はい、遺産相続で骨肉の争いとかそういうやつではありませんので、はい、まあ親類関係で、はい、ちょっと苦労することがあるよというぐらいに考えておいてください。はい、はい、続きまして名数8の方でございますけれども、外に出て活躍する運というやつになっておりますね。まあ逆に家にいてはいけないという言い方もありますけれども、先ほどじゃないですね、名数の中で、うん、むしろ家にこもってお仕事運っていうのがありましたけども、はい、その逆に、はい、名数8の方は、内側でこうちっちゃく、なんとかちまちまやっててはいけない運で、はい、まあ、用もなくてもとにかく外をうろうろしてた方がいいし、実際そういう外のお仕事のお声もかかるよっていう運気なわけなんですね。はい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 、だから、地味にの逆でできるだけ派手に大きく動いた方がこの運を活かせますよと。だから、こういうのできるって聞かれた時もですね、はい、あんまり自信なくても、はい、もう任せてくださいぐらいですね、大きい口叩いてしまって、はい、でちゃんとそれを成し遂げるというのが、有効な使い方になります。はい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 、はい、ビッグマウスで行こうという名数8の方でございます。いいですね。はい、で、名数9の方でございますけれども、総まとめ運というふうになっておりまして、大きく言ってしまうと、もう本当に過去7、8年ぐらいの分の集大成の年になるよっていうことになります。ですから、去年まではなかったことにっていう運勢ではなくって、はい、去年までのことを今年で最後の、有終の美を飾るというような年回りになっておりますので、うん、はい、まあ、成し遂げてきたことがやっとこれで完成する運気だというふうに考えていただいていいと思います。なるほど、もうずっとコツコツやってきたことがそうですね、やっと実を結ぶ。そうだから、昨日今日思いついたとか去年始めたばっかりっていうのは対象じゃありませんので、はい、長くやってきたことがやっと、うん、完成するぞという運気ですので、素晴らしい位置になりそうですね。そうです、はいはい、これで名数1から9まで全て発表し終わりました。ありがとうございます、はい、それぞれまあ与えられた運気は違いますけれども、はい、まあ昨年よりいい年にしたいなとそうです、ね、皆さん思っておりますので、はい、いろんな開運法もご紹介していきますから、うん、今年1年皆さんまたね、幸多い年になりますように、はい、すごい大人のクロージングでございます。はい、では皆さんですね、聞いた1から9の指針、念頭において2021年楽しく過ごしてください。ありがとうございました。また明日。はい、また明日。